この仙台まちづくり若者ラボは、若い皆さんたちの柔らかで自由な感性を生かしていただいて、自分ごととしてまちづくりをしていっていただく、その現実的な実現的なプログラムなんですね。自分自身が仙台で生活している、その中でどう思っているかとか、どう感じているかっていうのを考えるきっかけにすると私はいいんじゃないかなと思ってます。その参加型かつ、講演かつ異文化交流みたいなものをやっている仕掛けている方に話を聞きに行ったらいいんじゃないかという話。人の温かさとか、あとその東北の人とか仙台の人が持っているこう自分の誇りみたいなものを守っていきたいよねっていう話が出て、これからここと人とどこをつなげていろんなことを深掘りしていこうっていうところまで話が進みました。以上です。そこから取材していきたいのは、ワーケーションしている人ってどんな感じの人なのかとか、宮城に本社がある会社はどういうことなのかとか、あと地域観光流を流している団体があるのかどうかとかいう人たちに取材できたらなということを、外から仙台に転勤してきて残っていく人の割合も高い地域らしいんです。実は、仙台に残る理由は何なのか、出る理由は何なのかというところを、言語化して1月を迎えることができたらなと思っております。自然との調整というのが一つ、あと学徒、学生であったり自分自身学生であったり、また社会人、そういったいろんな多様した人々がいる中での調整、バランス感みたいなのを答えといいますか、一つの解決になればいいかなというふうに思います。学生はもちろん、学生も社会人も勉強できるような機会であったり場所っていうのは何か、もうちょっと増やしてもいいのではないかというふうに考えて